中日期待のルーキー、開幕絶望。中日のドラフト6位田中内野手が、2番遊撃でスタメン出場したが、負傷で途中交代した。5回1時2の第3打席で、四球を選んで出塁。楽天の先発、バニュエロスの牽制球で、帰塁した際に、右肩を何度も回して、気にする仕草を見せた。トレーナーに付き添われてベンチに下がり、代走溝脇が送られた。田中はオープン戦で、打率3割超えに加え、二塁と遊撃で研修を披露。開幕スタメン有力となっていたが、もし離脱となれば二遊間の構想が、開幕まで2週間を切った段階で、練り直しを迫られる。立浪さんがまた頭悩ませるわこれ。立浪二遊間が崩壊してまう、溝脇どの上や。終わったわマジで。新人二遊間が成績不振とかやなく、怪我で離脱すると、予想してた奴は、あんまりおらんかったやろ。村松も、去年手術した膝を痛めた模様。二遊間放出して、新人で穴埋めしようとして、新人が消えるのくさ。最近中日ファン浮かれてたからな、何か嫌な気がしたんや正直、そんなうまくいくわけないって。